はい、こんにちは。はい、こんにちは。どうも、こんにちは。こんにちは。今日はどんなメンバーで集まったんですか？もう、はい、兄弟と、あと助っ人外国人。じゃあ、俺も兄弟だ。じゃあ、俺も兄弟だから。4人兄弟だから、実は。妹2人プラス、弟1人。そうですね、自称弟。弟1人。あー、なんかなった。何がの4人で、4人が家にいるんで、パーティーしていきますということで、一人ずつ挨拶。はい、アッキーです。はい、上から。九州の野郎どもの片割れです。ルーナです。カイカイです。アンズです。よし、ということでやっていきます。何これ、ほら、さすがなんでや、ザコらしい。なんでや、これ誰。あれ、わし。誰貴様か。スクショ来ちゃった。ということでテンポよくいくぞ。いや再生したらマジ笑った。カイカイはまあルールは分かるっしょ。見なくても分かるでしょ。多分大体分かる。あと練習があるからね。ミニゲームはちゃんと説明を読ませてくれ。うん、早くしてくれ。イエー。ルートがなんかいっぱいありそうだな。これね、サイコロが何種類もあんの？そう、クリボサイコロ多分ノーマルプラスキャラクターによって。へぇ、特有のサイコロが。歌っとけ。やばい、女同士の熾烈な争いが。そうね、最初真ん中行くしかない。どっかにあるこいつ。進むね。ん、そこ。アプリ最近のマリオパーティー遊んでないからな。え、よ、これ何、どういうこと。覚えてない。カウントダウンしてる。カウントダウン。え、で、ね、クリボーサイコロは、え、いいことしかないじゃん。消費性。いや、ういう、減らない、減らない。減らないの、いいことしかないのに。うん、まあ進めないけどね、2つのマスは進めないけど。ああ、そういうことか。うい、進め、ああ、理解した、理解した。そういうこと。ということで最初のミニゲーム、おっしゃ。これは何、一対三。これ誰だっけ。でもこれ一人の方がな有利だったりするんだよ。カニカニ。これ面白いわ。え、これ何。え、何、え、これちょっと僕が三人が、僕ハンマー、カイが食い、自分がカイが移動でしょ。横しようしかできない。カイが横移動。俺が左右移動ね。そうそう、左右へ移動。で、僕たちがハンマー。そうオッケー。死ぬ気でトラッキングしていけるよ。これだけなんだよな。いや、これ、これ無理ゲーじゃない。よし。いや、無理ゲーだな。よし、なんか無言になる。集中力が高い。タイミング、プレ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 の、プレ。なんでこいつがセンター取りしてるの。ほら、もう盾役、この勝利の盾役者だから。高い、低い、高い。なんで負けた方に2コイン入ってるの。意味がわかんない。頑張ったでしょ。1対3だから。あ、イエーイ。仲間、どうなの。下僕が増えるわ。わしの下僕、下僕召喚。え、どうなんだこれ。下僕仲間は、なんかサイコロの目に追加で。あー、追加する。まあ、いた方がね、いた方がいい、いろいろと。悪いサイコロ使いづれえな。こいつ強いな。え、てかスター出てなくね。出てるよ、出てる。あ、出てるね。通常にスター集めは変わらない。スター集めは変わらない。オッケーオッケー。わお、花ちゃんのお店。まだまだ危険な入り。一周流すから、流さない。こいつ今姫にセクハラしたぞ。さあ、何も進んでいない商品です。何のことかな。どうせ一生進めねえから。もう一回行くぜ、俺は。ドヤ。おぉ。ドヤ。大手なんだよ。やっと進んだぜ、俺は。これ、10ターンで終わるのか。まあ、10ターン制だから10ターン経ったら終わるよ。いや、まあ、強制的に終わる。まず、強制的に終わるんだけど。サドンですよ、始まんない。え、なんでこれ、恨みがあると思います。またか。でも、一人の方が有利だから、コインをくれようとしてるんじゃないの、ゲームで。後出しクイズ。何それ。後出しクイズは、これは3人側が有利です。そうなの。分担して覚えればいいの。どうしようか。これはこんな感じ。
分担して覚えればいいんだよ。ああ。じゃあ自分じゃ何見ようかな。自分のこの子の数とかがいいんだけど。これ最悪最後の質問とかどっちかに分かれたりして。何も見てなかった。あ、なるほど。まあ、とりあえずやってみれば分かるか。まあ、やってみたら分かるさ。そうだよね。これ一回避けられてしまったら。さあ呼びましょう。なんだよこれ。何だった？リンゴ。リンゴ？本当？本当本当。初手パイナップルだったから。パイナップルキラーリンゴレモンだった。みんな落ちてしまえ。4つは覚えられるからな。みんな落ちてしまえ。だけど自分こういうの苦手だから。もう放棄してんじゃん。簡単すぎるわこんなの。これは簡単やった。難しくなるから。キラーが1個通ったってことしか覚えてない。あ、これ数ラウンドあるのか。いや、そうです。何ラウンドかある。3ラウンド。なるほど。急に難易度上がったね。はい。知らねえ。イエス。に。本当？に。本当に？こいつ。本当に？本当に？強力プレイでも何でもないんじゃない？強力プレイでも何でもねえじゃん。こいつら。こいつらやる気あんのかよ。いや俺自信ないからさ、言われたら信じるよ。キラーが二つ取ったってことしか思う。人に流される人ね。みんな落ちてしまえばよいのに。くそー。よう覚えるな自分。キラーが2つしか覚えてない。あ、もうこれ積みゲーじゃん。強い。いやでも最後もしかしたら4択ぐらいになるかも、ね、だって1人でしか記憶してないから。どうなるかもう分かんない。あ、難しい。なんか強いな。いや、むずいぞこれ。うわ、これむずい。分かんないわ。みんな分かれてるので。うわー、10はない。俺こっち行きます。10はない。でも8。おい、綺麗に分かれたね。これはどうなるか。偶然みんな分かれた。みんな落ちてしまえ。実は10は辛いわ。偶然。あ、おお、やっぱ生き残るのはアッキーなんだね。そうだね。あお。しかし3人の勝ち。あ、そっか、そうなのか。そう必勝行動。辛いな。生き残った人だけとか。そして相変わらずセンターを取っていく。役に立たねえな。これは意義ありますぞ。じゃあ可能性潰しとして役に立ったから。なんで2枚しかもらえないのかちょっと理解。逆に2枚もらえるのか。もらえるだけありがたいと思うんだ。負けたのにもらえるのいいでしょ。ロゼッタ意外といいサイコロだった気がする。そう、ロゼッタのサイコロいいんだよな。あ、補助サイコロ入るのか。そうそう、めっちゃいいじゃん。最大2まで入る。アイテムマスですよね。え、なにこれ、毒キノコ。まあだからスターにたどり着きそうなやつを。殺意高くなるな、これは。殺意、これ殺意ゲーだから。いや、ほんとよ。一人で行くぞ。お、お見せした。さあ、お見せ。お前、他にいっぱい持っとるけど買うでしょ。いや、絶対パワフルでしょ。それは取るでしょうね。何が起きるの？嘘。死ね。え、そんな悪いハプニングじゃなかったか。あ、どこに行くのか。でもどっか飛ばされちゃうじゃん。どこに出る？グッバイ。どこだ？どこ、ここ。通り過ぎちゃったよ。あはは、どんまいっす。どんまいっす。もう次狙うしかないじゃん。マジ、でもスターのとこ行っても多分スター買えないしな。スターいくらだっけ？このままさ、コインを取り上げ続ければ。そうね、春だからコインを取り上げ続ければ。でもまあ最初にたどり着いたら移動するんで。あ、これ終わった後ボス戦ってあんの？そうなんない。ボス戦。え、ないの？ボス戦は1位で、ボスは1位のやつ。こいつらハプニング大好きだな。え、だって DS 版はボス戦あったじゃん。あったっけ？うん、あったっけ？覚えてないな。あれマリオパーティーミニゲームのことしか。ストーリーかなんかだ。そうそう、ストーリーモード、ストーリーモード。ストーリーなんかやらないから。ストーリーモードなんてあったっけ。はっ。もうミニゲームのことしか覚えてないマリオパーティー。ミニゲームしねえよ。目指せシャッターチャンス。目指せシャッターチャンスが好きすぎだ。あれが好きすぎて。さあどうなる。尻尾1ミリでも映ってたらあれよかったけど。はい、これは全員対抗か。これに。ああ、これ苦手。はい、これどういうやつ。なんだこれ。
面白そう。え、ちょっと待って、どういうこと？コイン取った分だけコインもらえるやつ。そうそう。あー、え？どけ、入った。ジャンプとかはない。ジャンプないですね。一瞬で潰れたな。開いて。え、ちょっと待って、後からコイン出してくんのやめようぜ。ロゼット邪魔すぎ。あ、落ちた。痛い。人生が辛い。やばい。もうないんか。ここであるやろ、ここで出てくるやろ。あはははは。よしよしよし。めっちゃ持ってるあいつ。ロゼッタ強っ。強すぎる。めっちゃ邪魔だった。もうお互いで足を引っ張り合うゲームだよこれは。これでロゼッタがスター分にたどり着いちゃったわ、ね、まあ、どうせ自分取れないから。パルス潰しちゃダメでしょ。3しか出ない。バルスしたらツイッター落ちちゃうから。そんなの何が出るか。ん、最初のスターって何コイン？10じゃない。10か。10だよね。でもなんかルールで毎回変わってくるのよ。後半に20コイン必要になることもあるから、ないことも。ねえ、友達らしい。そんな切実なこと急に言わないで。現実でも友達らしい。ちょ、やめて、やめて。やめようぜ、そういうの話。これ楽しい動画にしようよ。帰ってきた。は、周回遅れない。2周目だから。よっすい。まあここバスコだ。あ、そっか。駆け抜けるしかないね。駆け抜けるー。 1しか出ないから。3だ。嘘つき。さあ10投。え、あ、お、やった仲間だ。死ね死ね死ね。あ、あ、爆発するわけじゃないのか。勝手についてきたの。あ、お邪魔。なるほど。あ、でもスター取るじゃん。よしよし。よし、死ね。放送禁止用語言ったよ。放送禁止用語は YouTube じゃ関係ないから。最悪。さあ、場所変わるでしょ。わしの目の前だな。いや、ロゼット同時ず。え？こっち来い。俺のマスに来い。こっち来い。来たんじゃね。意外とな、い、ん、初期？お、これは周回遅れが。周回遅れめ。やったぜ。え、なんならこのターンであんなゲットでいくんじゃね、うん、俺あと1マス少なければいけてたのに。まだね、いないから、ね、まあ無料。誰から動こうかな。これはアンナから10コイン奪っても変わらないけど、うん、いや、次15とかじゃないのか。違う、その、うん、あ、もう引き続き10コインなんだ。10コイン。でもあんな。でもあんな。なんでだよ。いや、次なんか赤マスとかなかった。ぬるぬる出てくるね。でも取られるときはね、十何コイン取られたんですよ。うん、運ゲーだよ。あいつ30コインでスタート取ってこれるからな。戻ってきた。あぶねえ。これ、すべてアキが今踏んでるな。やめろ。あ、カウント進んだ、カウント進んだ。どうなるのあれ。次で爆発すればいいんだ。次で爆発すればいいんだよ。ほんとだ。あと一歩遅かったら。お、6。逆によかった。え、あ、どうすればいいんだ。マップ見たら。どっち行ってもいいんだよ。あ、マップってどうやって。こうか。なるほど。これから青に止まる予定だそうです。青に止まる予定。ただこれで行ったところでね。いや、上行こう、上行こう、うん、上がいいと思うな。上、あの、なんだっけ、ジュゲームだっけ、待ってるから。まあ、買うよね。お、ハプニング。特に特に何もないね、このハプニングは。え、これじゃあ30コインを持たせた状態でジュゲーム通らせちゃダメだね。そうだね。だからアキは自分よりハートを見て。何これ。どういうこと。何これ、初めて知るかも。ん、はい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 。
あー、ちょっと待って、どういうこと、間違えた、あ、なるほどね、色も違う、色が違うのはひどいわ、なるほど、反射神経、あ、うんうん、もういいだろもういいだろ、ね、もういいか、よしよしよし、反射神経かよ、ちょっと楽しんでたわ、絶対ダメだ、楽しんでた、常に楽しんでオッケーオッケー、早かった、遅かった、あ、なんで上を向いた貴様なぜ上を向…あ、なぜ横を向くやばいやばい、むずいよむずいよ終わった、ノーミス、ノーミスなのに負けてる、なんだこれ、マジかよ、ミスったけど勝ってる、マジかよ、速度で負けてる、反射神経にある、別方向に判定座れた当たり判定がいいちゃんもんつける、当たり判定が違ったんだ、そういうこと、一回間違って動揺さ、動揺が来てもう一回間違って、やべ間違えたってめっちゃ焦るわこれ、地味にね、ちょうどマイクのとこにね挟まってちょうどマイクが下がってんだよ、ちょっと、下のハードル、イチャモンですか、イチャモンじゃなくて、ここで、ここで見たら分かるんですけど見てもらえるの何それ、あー、なるほど、これでアンナが死ねば、あ、いいですね、これはいい考えですね、あいつムカつく、いや、強くないか、強くないか、あ、よかった、危ねえ、ロゼッタからコイン取り上げない、いらないです、勝手に乗るやつが多い、このスター取られるところだった、なにこれ、仲間2人になるの、どんどん増えるすげえ、ここやばいね、徳を積んでいかないと、裏にもスター取られる、確かにね、嫌われると、よかった、当たりなく、でもここは海外から取り上げるべきでしょう、うん、何か言った、次スターに近いのも買い出す、うん、ここで14コインぐらい取れたら、取れんのそんな、取れることがある、10枚いけ、10数枚いけ、あー少ない、いや、あんまいかんかったな、まあこれも普段の得ですかね、進むね、うん、イエス、イエス補充早いな、補充早いな、どんどん補充、どんどん補充、あ、それがあるのか、使うしかねえ、毒キノコは打ち消せるやろな、でもきつくない、プラス3ってことは出目が4出ればいいわけじゃん、でも抜かれるから、貝殻どっちのスターを取られるかな、あ、もう勝ちじゃん、畜生、よしよしよし、うわー、まあ、コスパで言ったらね、10で1スターゲットできるから、うん、そうだね、コスパは3倍、一緒の取れるっていうのがやばい、高そうで高くないもんね、感情食べればねまあミニゲーム勝てばいい、ミニゲーム勝てばね、ピーチ追い上げ、さあどこに出る、また同じとこに戻ってもええよね、あー、あー、お、これはみんなに、みんな遠いね、これは我が輩が一番近いのでは、彼が一番近い、見た、蹴ったね、ただね、この世界ピーチに優しくないですかさあ、ヨシキアイテムなしか、ヨシキこういけ、行けって行かない、残念、応援されたからちょっと頑張らないでやった、この辺もねおっしゃ、貝通り過ぎてない、何を、いや、いや、貝この後10ゲームアイテム使っとくか、今のうちにアイテム貯めてもね、ターンに1回しか使えないし、そうそう、しかも3つまでしか持てないしね、サイコロはこれで変えられる、違う、まあいいや、ゼロ、こい、ふん、あー、結構進んだな、さっきのわしの方が進んだ、ちょっと何のこと言ってるかわかんねえな、たどり着いてしまった、誰が取るんだ、
さあ誰から取ろうかな、誰から取ろうかな。たどり着かれたそのとおり。あ、どうしよう、どっち以上で、どっちしてもあんま変わらんよね。あんま変わんないっすね。、まあ、アイテムも一緒だよ。まあ3コインの差でこっちかな。よしよし。3コインの差で。よしよし。はるながコインを取ってくれたおかげだな。あ、あと6コインあれば次のスタートれたのに。貯めないとな。てか言葉すら持たないこの栗がよ。栗がよ。喋ってないからね、さっきから。イエスとか言わずに。やっぱね、言語化しなくても伝わるものっていうのはあると思うんだよ。言ってしまえば誰も喋ってねえから。まあね、みんなーって言うだけだしな。あ、こいつしかも VS だ。VS ってどういうこと？強気だ。なるほど。どういうミニゲームだ。まあ見てたらわかる。こんないつもと一緒で。あ、これ苦手なんだよな。どういうやつ？どういうやつ？チュートリアルあるからこれ。いや今回デメリット少ねえよ、声持ってねえもん。確かに俺はもう、ありがとう。ともかくこれ何降るの、降るの、どういうこと。もう始まったんだけど。えっ、ちょっと押し続けてかよ。あ、本当だ。なんだよそれ。え、ちょっと待って、多分これチキンレースでしょ。あー、なるほど。え？伝わらないんだけど、何がしたいの？なんだこれ？何これ？なんだこれ？ 5？ え？めっちゃ入ったじゃん。趣旨が伝わらない。何これ？急に始まった。いつ割れるか割れないかっていうのをお互いに。あ、なるほど。いや、俺最初めっちゃ連打してたから全く膨らまなかった。めっちゃ連打して、あれ？みんな連打してたから連打しなきゃいけないのかと思って、途中から連打始めた。あ、これな？これ若干難しいですね。縦持ちですね。傾けます。傾…ん？もう取れた。ちょっと待って、ピントが合ったところで止める、傾きを。ああ、なるほど、理解。彼が動いてないけど。ちょっと難しい。ちょっと厳しいこれ。やだやだ。いくぞ。よし。よし。わし、チュートリアルで1番だったんだけど。早い。うわー、マジか。うわー。だぜ。うわー。え、てかさ、この辺から全然感度して、感知してくれないんだけど。また始まった。また始まった。また始まった。これ、みんな言って。こう。こうじゃなくて、こう。私こうしたけど。じゃあ、だからそれ違うんで。またって。こっち方向じゃなくて、こっち方向だから。お前文句言い過ぎなんだよ。軸めっちゃ持ってるぞ、あいつ。なんであいつから取らなかったんだよ。ほんとだよ。3コインの差だよ。その後ゲームで勝つようにしろよ、ちゃんと。いや、無理だよ。誰が虫眼鏡で得意とかわかんねえよ。そのぐらい読むよ。次虫眼鏡引いて虫眼鏡にあんなら得意ぐらい読む。さあ、下僕ども。おっと、下僕の力を借りる。下僕打ち消したね。あ、アイテム、アイテム仲間内で争ったね。打ち消しあったね。あれ、めっちゃ近いじゃん。あれ、もうすぐそこじゃん。あ、マジで今のサイコロ良かった、本当に。くそー。あ、もう出てる。インドガンもう出てる。え、それスタート感。そう、もう出る。え、確定でそれだろ。え、最強アイテムの一つ。やばいな。からもミニゲーム。こいつもなかなかコスパいいの。ミニゲームでちくしゃー。めっちゃ仲間増える。しましたね。仲間増えんの。確実に最後スター手に入れる。うらー、わしのゲーム。俺ラスボスだから。ボーナスがあるんだよ。ロゼッタ敵っぽいから。そう、知らない。ラスボスだから悪い位置とクッパを仲間に入れてる。いやいや、悪いやつばっかりよ。ピンキリすぎる。あのコインマイナス3。まあワンチャン狙えるということで。次見送っても良さそうだな。マイナス3。くそー、わしあとちょっとだった。
たらよかったんじゃないの。そうかな。あ、そしたらはなちゃんとこ行けたね。一個足りない。はなちゃんとこ行けたね。お、1枚1枚。え、何何、いい方だった。あ、吸った、吸った、来い、来た。マジ言ってる。どういうこと。イエーイ。このゲームピーチが優遇されてる。この世界ピーチに優しい。ピーチが優遇されてる。ピーチ、はい、なんでこいつから言わない。おーと、ラッキーマス引いてスタイ引くの読めただろ。読めただろ。読めるわけねえだろ。いい曲だろ。カイ負けじたすごい。この世界ピーチに優しすぎる気がする。もうちょいピーチ潰そうぜ。いや、よしよし。お前いらんぞ。的確に出してくるな。アッキー、びっくりマス大好きだな。本当だ。これは仕方に今回のスターは諦める。アッキー、これで飛ぶよ、きっと。飛ばされそうなマ マスが待ってる。びっくり大好きだ。さあ、どうなる。グッバイ。上に飛んでいく。上に進むの。右上に出るんじゃない、また。そうそう、なんか、ヨッシー自体は楽しそうだからいいよ。何そのなんで急にいいやつになるんだよ。急に飼い主目線。もっと下道だろ。急に飼い主の目線になった。これでいいか。いい。さっきから強いな俺。あ、どうしよう。さあ VS ドッキリマスがあるぞ、なんか VS。 違う、それ赤マスじゃん。え、違う、あれはもう VS 行くしかないだろ。あ、あれ何、均衡チャンスって書いてある。均衡チャンスって何。絶対いいじゃん。何それ。悪いこと起きないだろ。ここを掘るとコインもゲットできますよ。止まったことなかった。スルハシを壊すとコインがもらえないみたいな。どういうこと、どういうこと。あー、なるほどね。またチキンレース。チキンレースだ。何回だ。ボロのピッケルだと思えばいい。あ、もうチャンスじゃん。ボロのピッケルだと思えばいい。ボロピッケルだと思えばいい。壊れるの早っ。壊れるの早っ。きっとボロピッケルやのにピッケルグレードだったんだ。なんだよそれ。一発で壊れよったぞこいつ。フリフリキャン。あー、これもう最悪だよ。どういうやつ。これめっちゃ苦手なんだよ。これ運ゲーだから。運ゲーじゃねえよ。どういうことだよ。これ難しいんだよね。 A ボタン押してジャイブスタート。ここは基準にやる。なんかこれ振りまくりゃいいの。そういうわけでもないんだけど、あの緑の細長いのね、出した人の勝ち。運ゲーじゃねえか。いや、傾け方がね、やっぱあるんで。よっしゃー。なるほど。よし、いくぞ。じゃあ準備 OK。 もうこれ無理だよ。なんだこれ。最初の A ボタンめちゃめちゃ重要だから。そう、あ、そうじゃん。早めに押さないと。じゃあそうじゃない、角度が結構大事なのよ。最初ミスったら終わるから。出ないって。出ない。詰まってる。いけ、早く行け。出ろ。よし、いたし。そう、最後に見た。粘り強い。もう粘り強い。よし。最後に見た。出て、出てけ、出てけ。みんなグリーン。出てけ。出てけ。デッドヒート。最後に緑のコルト終わりなんだ。これ最後に見た。熱いね。めっちゃ盛り上がったな。熱い。想像以上に盛り上がったな。最後に緑残ると終わりなんだよ、あのゲーム。でもこの圧倒的なんだよな。いや、何、56と星2個ってどういうことだよ。痛くも痒くもないわ。くそこいつ。まあこれでロゼッタが取るのか。まあ取るの。アイテム使うかよ、これ罠だろう。ゼロ打ち消し合い、打ち消し合い、打ち消し合い。いや、むしろ後ろ向きに進め。あー、下僕強いわ。いらない。別にスターなんて欲しくなかったし、スター持ってないの僕だけになってしまった。はっ。誰のせいだったな。クソだ。運が良ければ一旦で2つ手に入れたりする。さあ、どこだ。お、え、
いや違う。おー、アッキーのとこじゃん。来た、目の前すぎる。目の前じゃん。え、土管リッチが工場犬すぎる。土管がリッチが工場犬。土管が温存されたい。マジで、確かにこれで土管温存はやばいよ。バカチロ、バカチロ。あれ、出たら爆発するの？もうちょいカウントが進めば。いや、いらないし。とりあえず、ゲット。Yes!ねえ、1個前のターン食ったな。ここでね、使ってたらアッキーの目の中がかっさらう。いいね、それ。あ、でもピーチだからダメだわ。このゲームピーチに優しくできてる。マジでよ。友達欲しかった。あ、え、こいつやりよる。何が来る、何が来る。このコイン次第じゃん。ブルブルウェーブって何？あ、これ難しい。だから説明をくれよ。なんかね、ブーって言うんよ。で、その振動が一番高いところでなんか A ボタンで止める。一回練習があるから。本当に？確認がある。さっきなかったよ。さっきのやつだった。ある。じゃあ、じゃあ、じゃあ、確認がある。めっちゃむずい。最後施しにもらった。土管使わないと。あ、これ下手したら打ち消されるな。1出したら打ち消される。1出せ1頼むぜ、マジで。1来い。あー、ほんとじゃ。あぶねー。1だったら打ち消されてた。1だったら動画として美味しかったね。そうそう、取れ高、取れ高のことは考えられないの。そうせずできてたらやった。ちょっとゲームの中にまで手を加えた。よしよし、貧しいけど。これで全員1スターずつになるのかな。そうね。え、何言ってるやつ。2スター持ってるやつはいるけど。そんなことない。コインも多いし。コインも一番多い。おかしいよね。そんなことない。おかしいよね、友達ないのに。友達いないのに。赤いおじさんは多分、あれ多分ずっとね、使えてくれるから。赤いおじさんはね、ずっと無条件に愛を注いでくれるから。いや、絶対報われないな、あいつは。あと、多いかな。じゃあ、俺はクッパ意外といいやつ説をしたい。お、アッキー大好きだな、それ。何が？何これ？え？何？あ、あ、死んだ。え、どういうこと？あー、仲間が死んだの。仲間が死んだ。あ、同じなの。ここのハプニングマスって驚くほどどうでもいいよな。え、仲間が死んだらどうなるの？どうもならないでしょ。あれ、多分いつか爆発するんじゃない？そう。クイーンが減るのかと思ってた。それならいいけど。カモン！あ、1？ カモンの勢い強すぎてジョイコン飛んでた。いや、4人中3人が土管持ってるっていうね。だからスターどこ行った。さあ、どうなるどうなる。このミニゲーム勝たないといけない、僕は。おいしいパンケーキ。おいしいパンケーキ。え？あー、これは難しいですね。これは戦略性が求められますね。上からしか取れないんだけど。ちょっと待って、あ、それから。んで、どうすんの。あー、理解した。ほら、やっちゃった。あなるほど、なるほど、オッケーオッケー。よしよし、オッケー、理解した。あれ、準備オッケーになるの。あ、なったなった、よし。ちゃんとつかめ。あ、取れてない。よし。よし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 、よし、最後の最後のマッチ勝負。さあ、途中さ、めちゃくちゃ負けたんだよ。え、てかさ、印のついたパンケーキなんてなかったんだけど。いや、あるあるある、めっちゃある。いや、マークしてない。全員で待ってたから。自分とカイカイとアッキーで戦ってたから。他のやつらなら絶対押してくれるって信じてた。ラスト3ターン。もうそんなか。そんな時間が早いね。お、これなんかサービスあるんじゃない。来るね。
1位がここで潰れればいいんだよ。施しあるから。そうそう、確実に。まあ、あいつ金のとかも。さあ、いいタイミングに来ましたよ。あれ、こいつぶっちゃけヨッシーの勝ちじゃな。まあ、分かってる人は分かるな。サポートファンかー。あー、いいじゃん、いいじゃん、友達。友達。でも、このターン、土管使いたいんだよな。そうじゃん。値段上がるかな。じゃあか、20ターンか、値段が上がる。値段30ぐらいにしてくれよ。ん？どういうこと？マスが変わるのか。なんかトラップがどっかに仕掛けられる。トラップがね。ん？え？なんか強力にやったっぽいですね。あれのバック、あれのバック。ドガンの使いどころが。ああ！いやー！ぜ。サポートクソ多いからさ。そんな迷うか？ちゃんと進むサイコロ使った方がいいじゃん。何アドバイスしてんの？じゃあこれ裏を書いて実は悪いアドバイスだから。強い。おお。ケボクいるんだね。悪そうなやつらばっかり連れてんな。いやだからラスボスだから。さあもうスターは。ああもうどうしよう。どうしよう。さすが動きますね。これでスターを最後の位置に上の段にいるアッキーが一番有利な気がする。いやでももう目の前でさ、コインもないんだよな。ああ、なるほど。アンナがスターどこを持っているのが問題だ。目の前来い。こっち来い。来た。墜落しろ。来たんじゃない？ん？どこ？あ、通り過ぎた。あ、そこか。通り過ぎた気がする。え、通り過ぎてない。通り過ぎたよ。わかんないよ。わかんないよ。知らねえよ。あ、コイン失い、すべて失い。え、何それ？何これ？初めて見た。成功チケット。ライバルのアイテム。やばい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 。お、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 お。これずるい。こんなん使うしかなくない？先に使うしかない。あ、クソ貴様やめろ。え、僕確実にどっちか取られるんだけど。一マス動く。強い。使うしかないでしょこんなの。あ、いや、僕、強力なの2つ持ってんだけど。終わったー。もうやられるじゃん。危ねー。1、ギリギリよ。こいつ、アイテム使ってこっち持って、こっち持ってきやがった。マジ、何かしたいんだ。だって取られるし。誰か早く真ん中爆発させろ。かわいいな。取られちゃう。ユカ、スターじゃねえよ。やばいな。なんでピーチ10コインで買えるんだよ。確かに所得税つけてほしい。所得税。横に一マスぐらい。じゃああれ DS 版のやつってさ、おお、アッキー最後いけるんじゃないこれ。これ下手したら退場ゲットいけるんじゃない。一気に3ついける。コインないから。コインないけど。ビンボン。は春菜がアッキーから金土管取ったら取れる数減らす。いやもう僕金土管もういいや。金土管いいでしょ諦めて。こんなの。いや。これアイテムで。何それ、もう一個こっちでしょ、うね、もう金土管は、うん、さあ、こっちだ。どうなるのか。そう、友達を奪ってやろうと思ってたのに。まあ、金土管取られるのも大概だけど。赤いのが来た。ワイオキだ。お前何裏切っとるんじゃん、さっきいつも僕の乗り物になってくれてありがとう。どうこいつはありがとうとか言わんぞ。つい数分前にこいつは永遠の味方みたいな話してた。サイコロはさっきとりあえず2が出たらいいのか。2以上が出しやすいのは変わんねえか。うん、かっていうとマリオサイコロと一緒やな。変わらん。じゃあどっちにしようかな。大丈夫だよ。マリオが、うん、下僕が1かに出してる。ゼロのゼロの可能性もある。あ、そうか。どっちにしようかな。まあドアがいても6分の1じゃないな。12分の1の確率が2個目に止まったらなんかすごいのが発動したら。12分の1引け。でもね、最悪スターを失うまで。でもアッキー今ビリだから失うもん何もないじゃん。そのスターはある。あ、違う、1か2だから0なかったじゃん。さあ、スターの移動が激しい。こう早くどん底に動くものなのか。
なんとインフレしております。何のこと？あ、これ下手したらどうした？あんな潰しまでいける？潰す、わし、そうだね、潰された気がする。コイン取れるから。あー、中央帰ったな。一番右下まで来い。あ、いや、行くのか。わしの目の前に来い。どうやったら行けんの？戻ってこないと。上から回らないと。多分誰かがスタートかかされますね。あ、確かに。よし、ね、あー、これはファルナでしょ、絶対に。どう考えてもコインを取るのか。え、ピーチから取らないの？だって自分コインあるから取ったところで。そう、変わんないか。ファルナ10コイン切れば。しかも近いから。なるほど。あいつしかもアイテム持ってるの全部恐竜。そうだね、でもどうせ飛んじゃうんだけど。でもそうだ、変えなければいいだけなんだ。そうなんかめっちゃ取られたんだけど。結構抜いた。そういったね。ひでえ、これは。そっから春のミニゲームで任せ続けないといけない。もうこいつ2位で満足する気だ。爆発しろ。何で起きる？あ、これ進むぞ。あ、まだじゃん。まだですね。まだか。全部アッキーが進めてるよ。もう俺特にやることねえしな。確かに。もう何もない。何も持ってないし。打ち負かそうぞ。意外と何もしょぼいんだよな。何も起きないんだよな。ハルナここスタードカン使わなくても、あの一回別のアイテムでごまかせるの。泥棒ターン。さあ、なんだこれは。クラッシャーの軍団。ああ、わかった。クラッシャー？これだ。移動するだけ。いっぱい追いかけられるやつ。ああ、なるほど。なんでみんなついていくの？どういうこと？色、ああ、なるほど、理解した。え、とりあえずお互い足引っ張らないように 2-2 で最初に分かれない？いや、そんなことない。そんなことない。ちくしょう。これまず春菜潰さないとやばいからと思う。自分は潰すことに徹してもいいような気がする。確かに余裕ある。くそ。こっち来んな。こっち来んな。よしよしよし。謎の緊張感やめよう、これ。もう絶対に道は譲らない。あー、海外止めろ。あったー。よしよしよし。よし、こっから1-1やぞ。こっから1対1やぞ。よし、走れ。あー、よし。あー、ドカンにやられた。このヨシキムカつく。ロゼッタも徹底的に封じてた。これ順位2位以下はどうなんの？あ、変わるのね、ちゃんと。ピエン。ちょ、俺スターないからさ。若干届かない。ピーチが。え、これ春のスタードカン。スタードカンで誰から取るの？まあ多分僕でしょうね。恨みがあるしな。あ、あ、ん？あ、あ、あ。どうなんだ。変えない。やらかし。これはやらかし。これはやらかしている。これはやらかしだ。ここでプラス2引かないと。あ、引き上がった。え、で、あいつらがゼロ出さないと。はい、ナイス。成功してしまった。何その、すげえ天才だ、マジ。最初のミス。何、見越したの？何これ、運ゲーすぎるんだよ。天才かよ。嘘でしょ。何この運ゲー、運任せすぎる。この絶対に優しいゲーム。何言ってんだよ、てめえ。あ、でもまあ僕のスタートが守られたらいい。ピーチの分際で何を言ってるんだ、貴様。普通に考えたらスタートが奪うだろ。おかしいだろ。ミスを帳消ししやがった。なんで出るんだよ、そこで。本当だよ。本当だよ。出すのが俺だからさ。まあ、僕のスタートが残ってよかった。ピッカピカのスターが待ってますよ。あ、もう一匹友達欲しかった。もう友達の数え方は引きな時点でね、ちょっと倫理感が見えてくるよね。確かに。友達がいない人と友達を引きと数える。あと何ターン？あともう2ターン。これ含めて2ターン。2ターン。これと次。
使っておかないと次アイテムもし手に入ったとき使えない。うん、最後のターンでアイテム取ったって意味ないな。さあ、うん、誰？性格悪いな。ピーチですから。なんでだよ。ピーチじゃない。なんでだよ。ピーチ、自分のこと愛されキャラだと思ってるから。絶対そうだから。よっしゃ、なんか知らないけど残ったのか。知らんけど残ったとか。くそー、なんでだよ。誰がのプレミア。押し目来たんだよ。ゼロ、ゼロある？ないね。ダメか。マリオの最後だ。あ、これノーマル出した方がよ。誰か奪い取るよ、ライバルからスターを奪い取るがあるぞ。よしよしよし。本当にたどり着ける日ないでしょ。うん、もうたどり着けない。クリボもう負ける運命なのか。クリボ、クリボ何にもしてねえ。クリボさっきからもうノーマルサイコロ回すだけだからね。いたっけ。いたっけ。は影薄すぎる。いや、マジでよ。どうだ、ワンチャンあるのか。次は。いや、俺もまだワンチャンあるで。そこにおりろ。はーい。え、すぐそこに誰かいる。え、これクリボーじゃない。クリボーじゃない。クリボーどこ今。クリボー通り過ぎた。いや、クリボー目の前いると思う。影薄すぎて盤面にいないんだけど。自分も分かってる。いや、どこクリボー。やったー、仲間増えた。仲間す。仲間増えるのは結構大切なんですよ。うん、あ、いいなー。いいキャラ引いてる。可愛い。友達が取られた。こっちなんか確定4とか出せるんじゃなかったっけ。何それ怖っ。死ね死ね死ね。ゼロか。いや違う違う違う。めっちゃ使いやすい。死ね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 。たまにゼロが出る。なんか目の前で何マス出るかな。救済されてる。いや、ただアイテムがないよね。これちょっと怖いわ。確かに。1 2までいいからだ。1 よし。動画映え。ああ、どや。存在感を放っていく。無理やり、無理やり存在感出そうとしたりする。まだ薄いから。今存在感出せてるか。声で、声で存在感出るから、出るから。あ、俺だけに。いや、でもまだわからない。コインの数が2位になれるから。てか、あんたさ、こいつコイン40コイン以下になってなくないよ。最初からだよ。最初から40コイン持ってない。所定で読んで配られる。生まれ持った才能。生まれ持った。それは優遇されすぎ。姫という立場に物言わしてんのか。駆け抜けるしかね。さあ、最後誰かたどり着けるでしょうか。うーん、赤い。ピーチ、あれだろ。行っちゃえ。あれだろ。行っちゃえ。俺はもう、もしかしたらね、コイン取れるかも。スーパードッキリます。何が起きるの。見たらわかる。拉致されるんだよ。え、さあ、存在感を無理やり出していってます。これ出せる可能性がある。存在感が欲しい。放てる可能性がある。そうです。あら、微妙。え、しょぼくない。え、なんでビリなら、ビリならさ、味方からスターを一つ奪うぐらい。もうちょいなんか欲しいけどね。味方なんかいない。逆に良かったじゃん。10コイン存在感出ないんだよ、こんなんじゃ。存在感だ。いや、しかもかわいそうなお前にコインを少しあげようや。いや、ほんとよ。あれ、実はピーチからの当てつけやろ。え、やばいな。もう潰し合いよ。おお、てめえら全員ぶっ潰してやんよ。お、あー、ブラックパンチって何？殴るやつだ。これのエイム、自分超雑魚なんだよ。自分ではこの列や。あ、なるほどね。何してんだろ、絶対クソガエ。フォーメーション対決だから。え、ちょっと待って、俺厳しくない？これ開け。エイムがローゼってクソガエよ。早くやれ。よし、行くか、行くか、行くか。ピーチ、よし、じゃあお前ら全員ぶっ潰してやるよ。よし、行くぞ。フォーメーション。ロゼッタ、逆に立てる。ロゼッタ、おっしゃー。おい、ロゼッタ、ロゼッタ、なんもしてる。なんもし存在感。一回殴った。なんか余計なのばっかり殴る。自分さ、自分めちゃくちゃ殴ったんだけど。存在感を見せつけていく。ピンチめっちゃ走ってた。でもいい試合になってます。いや、ロゼッタちゃんと一回殴ったから。しかもすぐにラストターンだ。
ラストターンミニゲーム星ゲットできたりしないのかな。それはね、アイテム使うしかないよ。あ、そっか。あ、そうだ、これアンナの方奪って。あ、もう一個しかないじゃん。ギリギリたどり着けない。ワンチャンたどり着けそうだった。それ何？アイテム盗むやつ。無理だ、それは絶対。てかそれ前のターンに僕のスタードガン取っとけばもう一個ゲットできたのに。間違ってスタードガン。あっても。これたどり着けないな。え、逆に銃出してワンチャンたどり着けない。銃引いて仲間のパワーで。おお、あ、意外と出すじゃん。コインが足りねえんだよ。ほんまや。ほんまや。足りねえ。ほんまや。ほんまや。かわいそうに。アイテムショップ行っても意味ねえし。アスターゲットチャンスだってよ。ワンチャンあるぞ。どうなる？ほら、貴様らわしに詰めておく。さあ、なんかスター、スターボッシュ。スターボッシュ。スターボッシュありますね。持ってねえじゃん、こいつ。失うものなんてないわ。いや、確かに。もんなしじゃん。3、あと2じゃない。なんでよ。失うものなんて何もないわ。なんでトップのピーチに3やるんだよ。いや、マジでよ。だってこの世界ピーチに優しいから。優しすぎるんだよ。さあ、元消化試合ですね。どうしよう。マジでよ。最後に番狂わせとか起きんわけ。起きるよ。あ、起きるのね。それなんだっけ。それ何。まだまだ危険。違う、それ関係ない。それ関係ない。キノコマス、アイテムはいらないでしょ。いらないよ。見ろよ、俺のコイン、コインにあえいで。コインにあえいで。ちょうどキリがいいじゃん。よし、またマリオ最後に来ちゃったからいいや。よし。1。あ、なんか、爆発すんじゃねこれ。あ、いや、4か、ダメじゃん。コインこっちだな。ちょっと、もう変わんねえか。蓋を。お、え、お来たー。ここで出ても面白くないぞ。ダメ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 。よしよしよし。あんま意味ない。あ、これ成功するとゲットできる枚数が増えるってわけね。成功っていうか、運ない。自分で止めてるわけじゃないから。おい、何か起こせ。おい、存在感を放つんだ。存在感、何か起こせ。存在感を起こすんだ。2回ぐらいびっくりマスクで。お前ら最高だしか持ってね。ふん。何にもできねえ。せいぜい均衡チャンスしろよ。どっちでも何も起きない。均衡チャンスしろよ、せいぜい。存在感のその字もね。まあ、言うてただのモブだから。最後の。最後で存在感だと。最後はみんなスターをさ、なんでわし。なんで1対3なんだよ、このタイミングで。ボムミントンだったら勝てるよ。確かに。積み木を崩す。あ、これも1人が強い気がする。どういうやつ？これ難しいよね。ちょっと待って、これ打って、あー理解、2人ぐらいでね、同じとこに打たないと倒れないから。あ、確かにこっち火力弱いね。そうそう、だから一緒のところに打たない。え、じゃあ戦略を選ばないと。そうそう、ここ打つぞって、誰かここ打つぞっていういい感じで。間違いない。なるほど。一緒に誰か左に。右端から行こうぜ。じゃあじゃあいいよいいよ。右端から崩そう。同じところ？そうそう、この辺は。そう、一緒にせーので打ったら威力上がるから。なるほどね。せーの、はい、せーの、はい、中心持ってない。せーの、はい、せーの、はい、自分どこ行く？せーの、せーの、せーの、ちょっと待って、てめえら息合わねえな。自分どこ行く？余裕。こいつら息合わねえな。自分がどこにいるか分からなかった。そう、ザクさあ、まだわかんないから俺。グミンどもね。ボーナスからください。結構みんなギリギリの争いしてるからさ、わかんない。何のこと？スターの数で決まるから優勝とか。友達の数だろ。友達の数で出なきゃいけない。いや、友達の数じゃないんで、その選ばれた友達を持ってる人が。なるほど。ほら、俺まだ希望持ってるよ。友達なんかいないから。リアルになりました、話が。ミニゲームボーナス。あ、もうダメだわ。え、これ誰？あんなの気がするんだけど。よし、来い。来い。え、やったー。やったー。多いな。同率だね。同率か。あー、これピンチに優しすぎる。これ残りのボーナス全部ヨッシーがゲットするぐらいしか可能性ないんだけど。ピーチに優しい。ピーチがどう考えても。これアッキーじゃん。どう考えてもじゃん。あ、ちょっとアッキーが強い。やばいぞ。これワンチャンあるぞ、これワンチャン。よしよし。あー。存在感が薄いこと、画面の感覚。次、マリオと兵法。え、終わりかよ。終わったー。
友達はやったぜ。さあ存在感出せたのでしょうか、クリボーは。クリボーはどうなんでしょうか。ない。え、そうそう、いやだってスター2枚増えたじゃん。あんなもんと何個だ。わかんないよ。え、秋のドイツだったと思う。ああ。うん、そう増えたんよ。増えたんですよ。え、わしなんでビリなの。三位。超いい。ああ、でもそっか、カイカイがミニゲームでスターをゲットしたからだ。そうそう。なるほどですね。見ろよこの圧倒的な歩いた数。ロコの圧倒的コインの数。これ歩数少な。カイカイ。ミニゲームコインゲット数高い俺。ミニゲーム。うん。なるほど。わかりづらいグラフだな。一気にいってるな。まあこれもロゼッタのプレミです。いやいや、あの後ちゃんと回復したから。見ろあの素晴らしいコインの使い方。ということで、お、終わりの挨拶、締めの挨拶。何？存在感を出したかったクリボー。あ、な、適当に締めていいの？いつものやつとかない？うん、もういいよ、存在感だ。じゃあ、今回はここまで皆さん楽しんでいただけたでしょうか。地獄に落ちてください。どういうこと？まあ、バイバイ。周りがただのクリボー。面白くね。やっぱりただのクリボーだった。ただのクリボー。